こんにちは、ティーアドバイザーのみーです。本編の前にまずはご報告です。先日チャンネル登録者数が4000人を突破しました。ありがとうございます。これだけ多くの方にこのチャンネルの存在を知ってもらえて本当に嬉しいです。これからも紅茶好きの皆さんに楽しんでいただけるようなためになるような情報をたくさん発信していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今年はさらに5000人、6000人を目標に頑張っていこうと思いますので、まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、それでは本編に入りたいと思います。今回はこちら、ラクシュミーの極上蜂蜜紅茶シリーズ全5種類を徹底レビューしていきます。近年紅茶業界の中でも特に注目を集めているフレーバー、それが蜂蜜紅茶です。ここ数年で話題になっており、リプトンや日東紅茶といった有名な紅茶メーカーからも蜂蜜紅茶が発売されていますね。蜂蜜の甘い香りと味わいに癒される、低カロリーなのでダイエット中に甘いものが欲しい時にも最適という声もあり、女性を中心に人気が高まっています。そんな蜂蜜紅茶の中でも特に有名なのがラクシュミーの極上蜂蜜紅茶です。これまで多数の蜂蜜紅茶をひたすら飲んでレビューしてきた私も、ラクシュミーの極上蜂蜜紅茶は本当に美味しくてお気に入りです。そんな極上蜂蜜紅茶には他にもシリーズ商品があるのをご存知でしょうか。定番の蜂蜜紅茶、そしてハニーレモンティー、ハニーフルーツティー、カモミールティー、ミントティーの5つの商品があります。というわけで今回はラクシュミーの極上蜂蜜紅茶シリーズ全5種類を徹底レビューしていきます。蜂蜜紅茶は好きだけど普通のものに飽きてしまったという方や、もっとラクシュミーのお茶を試してみたいという方はぜひ参考にしてみてくださいね。それではレビューの前に、まずは簡単にラクシュミーについてブランド紹介をしていきましょう。ラクシュミーは神戸トワロードにある世界中の紅茶を扱う紅茶専門店です。2011年にラクシュミー初のティーバッグ商品として発売した極上蜂蜜紅茶は、発売から10年が経過してもなお多くの人に愛されるラクシュミーの人気商品です。その他にもインド、スリランカ、ケニア、中国、北欧など世界中の美味しい紅茶を厳選し、茶葉の産地や鮮度にこだわった商品を販売しています。本店の2階には紅茶を深く学びたい人に向けて紅茶教室も開催されています。販売だけでなくイベントなど様々な取り組みを行い、紅茶ソムリエの育成にも力を注いでいるそうです。もっと詳しく知りたい方はラクシュミーの公式ホームページを見てみてください。それでは今回レビューする商品の紹介です。極上蜂蜜紅茶、ハニーレモンティー、ハニーフルーツティー、カモミールティー、ミントティー、この5種類になります。こちらはレターパッケージタイプの商品です。それぞれ12個入りで1512円となっています。今回はラクシュミー公式オンラインショップで年末年始に販売していた福袋を購入しました。福袋の方は税込み6200円でした。本当はこの蜂蜜紅茶5種類に加えてアメージングチョコモルトという紅茶も福袋に入ってたんですが、今回の動画では割愛させていただきます。アメージングチョコモルトの方は過去にレビュー動画をアップしていますので、気になる方はこちらの動画をご覧ください。ちなみに極上蜂蜜紅茶はティーバッグ25個入りのタイプの商品も販売されています。こっちのパッケージの方が有名なので皆さん馴染みがあるんじゃないかなと思います。いっぱい入っててお得なんですが、初めて飲むので少ないので試したいという方は12個入りのタイプの方がおすすめです。さらにこの12個入りのタイプだと、はちみつ紅茶、ハニーレモンティー、ハニーフルーツティーのアソートと、はちみつ紅茶、カモミールティー、ミントティーのアソートのセットがあるので、ぜひ好みに合わせて選んでみてください。それでは5種類まとめて一気にレビューしていこうと思います。入れ方は熱湯約 150cc、 抽出時間は3分間で入れていきます。入れる際にはソーサーなどで蓋をすると
香りが逃げず、お湯の温度も下がらないので美味しく入れられます。ぜひやってみてくださいね。まずは定番で一番スタンダードな極上蜂蜜紅茶です。こちらはいろんなメーカーの蜂蜜紅茶を多数飲んできた私が一番美味しいと思う蜂蜜紅茶です。私の個人的な好みというのもあり一押しの商品ですが、実はアマゾンのベストセラーにも入っていて、百貨店や一流ホテルなどでも取り扱われているという実力派の商品なんです。使用されているのはスペイン産の上質な百花蜜とインドやアフリカなど数カ国で採れたブレンドの茶葉です。数種類の国の茶葉をブレンドすることによって気候の変化やコンディションに左右されることなく安定したクオリティを保つことができるんだそうです。入れた瞬間、蜂蜜の甘い香りが部屋いっぱいに広がり、幸せな気分になれます。しっかりとした重めの甘さで、他のメーカーの蜂蜜紅茶と比べてもかなり甘い部類に入ります。疲れている時に飲めば、その甘さで1日の疲れも一気に吹き飛びます。程よいコクと渋みがあるので、ストレートはもちろんミルクティーもおすすめです。ストレートの場合は3分の抽出がおすすめですが、ミルクティーの場合は5分くらい抽出してミルクを少なめに入れると濃厚な甘みを味わえます。逆にストレートでは甘すぎると感じる方は3分抽出のままでミルクを多めに入れるといいですよ。続いては極上蜂蜜紅茶ハニーレモンティーです。定番の極上蜂蜜紅茶に蜂蜜と相性のいいスペイン産のレモンピールをブレンドした甘く爽やかなフレーバーです。飲んでみると思ったよりレモンの酸味は強くなく、香り、味わいともにしっかりと甘さを感じます。例えるなら、蜂蜜レモンを作った後の蜂蜜を紅茶に入れたような優しい風味です。酸味はないんですが、レモンの爽やかさが蜂蜜とマッチして甘くまろやかな口当たりでありながらもすっきりした味わいでとっても癒されます。今は売ってるかわからないんですが、以前ラクシュミーはコンビニなどで買える蜂蜜レモンティーというのを販売していました。そちらは酸味が強くてレモネードのような爽やかな味わいだったんですが、それに対しこちらはあくまでも蜂蜜紅茶がベースになっている甘い味わいです。ミルクティーにすると甘みが増してデザートのような味わいになります。ふんわりとした甘さの中に爽やかなレモンを感じて、一口飲めば幸せになれること間違いなしです。続いて極上蜂蜜紅茶ハニーフルーツティーです。こちらは定番の蜂蜜紅茶にハイビスカス、ブラックベリー、ストロベリー、ラズベリー、チェリーなどのフルーツをブレンドしたフルーツティーです。ルビーのように鮮やかな赤色の水色がとっても綺麗ですね。香りは甘酸っぱくフルーティーで、思わず気分がシャキッとします。口に含んだ瞬間、ベリー系のフルーツの酸味が広がり、その後蜂蜜の香りが一気に駆け抜けます。ベースは甘い蜂蜜紅茶ですが、そこにフルーティーな酸味が加わり、甘酸っぱくキュンとする爽やかさを楽しめます。ローズヒップティーやハイビスカスティーのような酸味がありながらも、蜂蜜の甘さでマイルドになっているのでとっても飲みやすいです。甘みと酸味の絶妙なバランスが最高で、気分をすっきりさせたい時にもおすすめです。ちなみにおすすめの飲み方にはストレートとミルクティーと書いてあったんですが、牛乳を入れてみるとこんな感じで塊のようなものができてしまいました。おそらく牛乳に含まれるタンパク質がハニーフルーツティーに含まれる酸によって固まったためだと思われます。牛乳にレモン汁を加えると牛乳が固まってヨーグルトやチーズのようなものができるのと同じ現象ですね。味はマイルドになりますが、舌触りが悪くあまり美味しそうに見えないのでおすすめはしません。もしミルクティーでも美味しく飲める方法を知っている方がいらっしゃれば、コメントなどで教えていただけると嬉しいです。続いて極上蜂蜜入りカモミールティー。こちらはカモミールティーに粉末の蜂蜜をブレンドした優しい味わいのハーブティーです。紅茶は使用していないのでノンカフェインで、お休み前のリラックスタイムにもぴったりです。入れた瞬間、優しく甘いカモミールの香りがふんわり広がってとっても癒されます。例えるならリンゴのように甘く爽やかな優しい香りです。カモミールの香りにはリラックス効果がありますが、蜂蜜の甘い香りもプラスされてリラックス効果がより高まっている気がします。紅茶と違って渋みはなく、
ほんのり甘くすっきりした味わいです。カモミールティー特有のハーブ感はありますが、蜂蜜の風味でかなり控えめになっているので、ハーブティー初心者の方やちょっとハーブティーが苦手だなという方でも美味しく飲みやすいです。実際私もハーブティーになれるまではカモミールティーって少し苦手だったんですが、これは蜂蜜の甘い味わいがハーブの青い感じを消してくれるのでかなり飲みやすいと思います。またカモミールティーはノンカフェインなので寝る前に飲んでも安心です。リラックス効果、安眠効果などのほか、粘膜の炎症を抑える働きもあるので、風邪の引き始めで喉が痛い時や胃腸が弱っている時などにもおすすめです。ただし子宮収縮作用があるので妊娠中の方は飲むのをお控えください。最後は極上蜂蜜入りミントティーです。こちらはスペイン産のミントと蜂蜜を贅沢に使用した一杯です。こちらも紅茶は使用していないため、ノンカフェインで寝る前にも飲むことができます。入れた瞬間、ミントの爽やかな香りに気分がすっきりします。口に含むと蜂蜜の甘い風味とともにミントのクールな香りが一気に鼻へ抜けていきます。甘さで癒されると同時に爽快感が感じられて気分転換に最適です。かなりしっかりミントが香りますが、たまにミントティーにあるような辛い感じはなく、甘みと爽やかさのバランスが絶妙で清々しい飲み心地です。ちなみに温度が高い時はミントの清涼感が強く、冷めてくると蜂蜜の甘みの方が際立ちます。蜂蜜の風味を楽しみたい方は少し冷ましてから飲むのがおすすめです。ミントティーには消化促進や胃腸の調子を整える働きがあるので、食べ過ぎや飲み過ぎの後などに飲む食後のお茶としてもぴったりです。また抗酸化作用のあるビタミン C を多く含むため美容にも効果的です。というわけでラクシュミの蜂蜜紅茶シリーズ全5種類をご紹介しました。皆さんの気になった蜂蜜紅茶はありましたでしょうか。個人的なおすすめはやはり定番の極上蜂蜜紅茶ですが、他のフレーバーもどれもベースが蜂蜜紅茶なので、しっかりとした甘い味わいと蜂蜜特有の甘い香りが楽しめます。疲れていて癒されたい時、気分転換したい時、甘いものが欲しい時などに蜂蜜紅茶を飲んでほっと癒されるティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。なおラクシュミーの他にも美味しい蜂蜜紅茶をたくさん紹介しているので、気になる方はぜひこちらの蜂蜜紅茶ランキングトップ10という動画もご覧ください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。この動画がためになったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ミーのお茶会チャンネルでは毎週金曜日に動画をアップしています。美味しい紅茶が大好き、もっと紅茶のことを知りたいという方のために紅茶の情報を発信していますので、ぜひご覧ください。またインスタと X ではハッシュタグミーの毎日紅茶でお茶のレビューを投稿中です。365日毎日違うお茶をレビューしているので、ぜひフォローして一緒に新しい紅茶との出会いを楽しんでください。ブログでは動画では紹介していない商品のレビューもしているので、ぜひチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ミーでした。バイバーイ。